皆さんこんにちは。バレートレーニングディレクターの井野圭司です。今日のバレーに役立つテーマは、ただただ練習していれば、レッスンを受けていれば上手くなると思ったら大間違いだぜ、というお話です。いや、なんか危なっかしいタイトルですけれども、これはですね、バレエのというお話というよりかはですね、あらゆるスポーツ、あらゆる物事について共通して言えることなので、ちょっとご紹介したいと思います。皆さんバレエを、レッスンされていて、で、練習すればレッスンを受ければバレエが上手くなるって思ってませんかね。半分正解で半分間違いっていう感じなんですけど、人によっては大間違いだったりします。どういうことなの？レッスンを受けていると上手くなるんじゃないの？違うの？って思うかもしれませんが、みんな練習というものをですね、ちょっと勘違いしてるんですよ。練習の効果ですね。練習の目的です。練習って上手くなるためにするんじゃないの？上手くなるためにはするんですけど、一番練習が効果を及ぼすのって、練習すると上達するじゃないんですよ。練習がやっているっていうことは、ことっていうのは、今やってるその動き、動作、行動を自分の中でどんどん簡単にしていく作業なんですよ。どういうことかというと、例えばポールドブラがね、ポールドブラがこうありましたと。で、ポールドブラがあって、で、このポールドブラって最初すごい難しいじゃない。こう肘がすぐ落ちちゃったりとかするじゃない。で、それを落とさないように、こうやって頑張って肘をこう上げていくと、だんだん肘を上げるっていうのが簡単になっていくんですよ。で、肘が上げるのがすごく簡単になってきて、自分の中で当たり前にこれができるようになってくると、踊りの中でもそれが癖として出るので、上達をするっていうことなんですね。じゃ、これって当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ここで大事なのは、この練習においてきちんと肘を上げていたっていうことをキープし続けないと練習にならないんですよ。つまり、これを上げ続けて、肘を上げ続けた結果、肘を上げるのが簡単になるのであって、この練習をこう肘を上げることなく練習していったら、これが簡単になるんですよ。どんどんこれができるようになっていっちゃう。すると、いざ踊りになった時に、はい、もっと肘上げてとか、もうちょっとポールドブラ気をつけてとか、もっとポールドブラ長く、もっと踊ってとかいう先生の急に来るわけわかんない指示がですね、全く対応できなくなるんです。つまりですね、すごい当たり前なんですけど、正しい練習をしていないと、どんなものもバレエに限らずうまくはならないんです。正しい練習を重ねるとうまくなります。で、みんな練習を重ねるとうまくなると思ってるでしょ？練習じゃダメなんですよ。正しい練習じゃないと絶対にうまくなりません。なので、バレエって結構基礎が大事っていう風に言われてて、基礎をきちんとこうね、肘を上げるだとか、そういうのをきちんとやれる練習でないと、ただただ、いきなりピルエットとか、こうくるくるね、回らされたりとかしますけど、その時にくるくる回ることに意識が行き過ぎて、手とかなんとかもう、それどころじゃないじゃないですか。そうすると、しっちゃかめっちゃかな感じで
仮に回れてしまったとしたら、その感じの回り方がどんどん簡単になっていっちゃうんですよ。まあ、そこまでいっちゃうと高いレベルの本当は先にやらなきゃいけないようなテクニックを初めの方にやってしまって、それで変な癖が、要は間違った練習して変な癖が自分の中ですごく簡単になっちゃうと、もう綺麗にはできないよね。もうそれ一回捨てるしかないんで、この回ってたものなので、本人にとっては一回回れなくなったりするんですよ、完全になくすんで。なんでそれが非常にね、気持ち悪いというか、今までの自分の努力を全部、ゼロに無駄、捨て去らなきゃいけないので、非常にメンタル的なハードルも高いです。なので初めからしっかりと基礎をやらなきゃいけないんですけど、日本のねバレースタジオってやつはどうしてもこう難しいことばっかりをやらせすぎるので、皆さんにはこの辺のことをきちんと知っておいてほしい。難しいテクニックを最初にやりすぎてですね、基礎がおろそかになると、その基礎はもう入らないです、体の中では基本的には。どうしても入れたいっていうならば、そのテクニックを一回捨てるしかないので、もうそんな回り道したくないんだったら、うまくなりたい人は基礎からやるのをおすすめします。基本的に、初心者のクラスで、いきなり回転とかですね、家にバランスとかですね、なんかジャンプとか、やたらとの片足のジャンプとか、なんかこうバーも離してやらせるような先生の下では、多分うまくならないです。正確にうまくさせる気もないと思うんですね、その先生も。踊る気分を味わってもらいたいみたいなね、感じにのレッスンしかしてないんで、まあ、それを、その踊る気分を味わいたいと、バレエではなく、なんかバレエササイズとしてやりたいっていうので全然いいんですけど、絶対にうまくならないっていうことだけは覚えてください。その状態でやっても、10年やっても絶対にうまくならない。10年やったらうまくなるって思うでしょ。10年やったら取り返しがつかないぐらい下手になるんです、バレエは。そこの部分だけ、分かった上で、あ、これは私はうまくならないんだと、踊る気分だけ味わっているんだっていうところの線引きで、そういうレッスンは受けるようにしてください。もし上手くなりたいんだったら、きちんと基礎やってくれる先生のところに行ってください。はい、ということで、いかがだったでしょうか。前の動画でも言いましたけど、バレリーナ芸人だっけ、松浦ね恵子さんでしたっけ、彼女がやってる、バレエ先生あるあるっていうね動画が結構出てますけども、あれに出てくる先生は基本的に全部外れだと思ってください。あ、私この先生みたいな人に当たってるっていう先生はですね、基本的に全部外れだと思っておいてください。はい、ということでですね、外れの先生はあるあるに出てきたらやべえかもしれんっていうことだけちょっと気をつけてですね、練習すれば上手くなると思ってんじゃねえぞっていうことだけ覚えておいてください。正しい練習でしか上手くなりません。はい、ということで、何かのですね参考になれば幸いでございます。ということで、あ、そうそう、クラウドファンディングね、私プロダンサーを見る、プロダンサーを助けるっていうクラウドファンディングをやっておりまして、でトレーニングを見てほしいっていうプロダンサーの方、バレエですね、バレエの、基本的にバレエの方で、プロダンサーの方で見てほしいっていう方はもですね、ちょっと今募集しておりますので、よかったらですね、トレーニングのページの、バレリーのトレーニングのページの方から、ご予約とかお問い合わせをしてみてください。無料で、クラウドファンディングで、支援していただいたお金を使ってサポートしているので、基本的にダンサーが負担するものはないです。もし、東京なんですけど、この辺まで来れないっていう方はですね、もちろんオンラインとかでも、受け付けてはおります。ので、もしですね、そういう体作り、
興味があるっていうダンサーはですね、ぜひそちらの方からトレーニングのお申し込みなど、これプロダンサー限定ね、これはプロダンサー限定です、無料なのは、いただければと思います。引き続きクラウドファンディングももうちょっとだけ、継続してやっておりますので、ご支援いただける方はよろしくお願いします。ということで、チャンネル登録をして一緒にバレーに詳しくなっていきましょう。ということで皆さん、幸せなハッピーバレーライフ。